はい。どうも、カメです。えー、今回なんですけども、これもね、えー、ちょっと、えー、この前の動画の、えー、コメント欄のね、質問にあったものに回答していくっていう感じになるんですが、幸福度ですね、えー、公益エリアとか、それってあのー、幸福度で変わってくるんですよ。あれって、えー、公え益エリアって。で、それね、えー、幸福度。 それって、どうやって、変えていくのかって、あのー、上げていくのかっていうのを、今回のね、動画で教えたいと思います。それでね、えー、まず一つ目、一つ目なんですが、このね、金庫あるじゃないですか、金庫。で、えー、金庫開けてもらってね、えー、で、ここにね、その、毎週毎週、その、今週獲得した貢献ポイントってあるじゃないですか。これね、えー、まあ、2000までだったら、 その、まあ、何にも影響ないですよ。幸福度に。で、問題は、その、2000超えてからなんですよね。あのー、2000、えー、ポイントが超えてから、えー、こういうふうにね、その、貢献すると、やっていくとですね、これで、こう、あのー、幸福度が上がっていきます。これで。そう、2000以上や、いってからの、その、物資のね、えー、これ、納品数っていうので、だいぶ変わってくるんですよ。これって、幸福度って。 そうですね。えー、まあね、その、広域エリアとか、えー、にね、ちょっと選ばれたかったら、その、こういう、えー、2000を超えてからの、えー、物資の納品っていうのを、えー、しっかり頑張っていきましょう。それではね、えー、次、幸福度の上げ方、行きましょうか。はい。続いての、えー、幸福度の上げ方なんですが、このね、えー、マップに、 その、各マップごとにですね、まあ、ポイントっていうのがあるんですよ。その、ま、マップ選挙とかに使うときのポイントなんですが、ここのですね、えー、秋の森林ポイントとかいうふうに、各マップにですね、こういうポイントってあるんですよね。あのー、まあ、白木の高チだって、えー、ま、このポイント、えー、違うんですが、まあ、あれ、あるんですよ。で、えー、ま、これとかですね、えー、まあ、なんていうか、これが、その、多ければ多いほど、 えー、マップ、その選挙エリアに選ばれやすかったり、で、これね、幸福度にも、えー、関係してきます、これ。はい。関係してくるんで、えー、これを集めましょう。まあね、これは確か、その、物資とかを輸送とかすれば、その、そうですね、えー、輸送量とかで、えー、確か変わってくると思うんで、まあ、そういう感じです。はい。えー、これを集めれば集めるほど、えー、幸福度が上がっていきます。で、もう一つあって、 このね、えー、サバイバルスコアってあるじゃないですか。これもね、えー、実は、えぇ、ー、航空路、えぇ、ー、エリアにね、えー、選ばれる、えー、あれに関係してきます。まあね、なんてやろな。これは、まあ、できるだけそのエリアで、まぁ、最とか、えー、すればね、まあ、これ上がっていきます。まあその、時間とか確か関係あるのかなこれは。うん。確か時間とかも関係あるんですが、えこのサバイバルスコアが、 えー、ため、えー、あればあるほど、えー、撃エリアに選ばれやすくなるんでね。えー、ぜひとも、これもね、えー、伸ばしていきましょう。そうですね。<music> えー、続いてなんですけども、やっぱりその、八一の、その、納税総量とかって、やっぱり幸福度に関わってくるんですよ、これって。 で、えー、僕の弥一って、その、まあ、人数がね、えー、89人いるんで、まあ、その、このね、えー、税率とかが、えー、上げなくても、その、納税総量とか、弥市のね、えー、送っていうのが、えー、やっぱり、安定するっていうか、まあ、結構集まるんですよ。これ、税率上げなくても。なんですけども、えー、弥のね、その、人数が40人とか、50人やと、やっぱりその5、5%じゃん。 えー、集まらないんですよ。八重市の物資っていうのが。なんで、えー、まあ、ちょっと幸福度を、まあ、上げたかったら、その、この税率をですね、えー、10%とか、えー、20%に上げて、やると、まあ、幸福度が上がって、その、公益エリアに選ばれやすくなるんですよね。そうですね。まあ、やっぱりこれも関係してきますね。幸福度に。そう、まあ、人数とか、まあその厳しかったらあれなんですけど、やっぱりこれは気にしないとダメですね。 ゴークルを上げる場合はそうですね、えー、これもしっかり気にしていきましょう。えー、まあね、えー、最後になんですけども、これですね。はい、えー、軍事演習なんですけども、この軍事演習って、えー、サバイバーを8人救出して、それで成功っていう感じになるんですけども、これね、えー、説明で、 えー、書いてるんですけども、救援されたサバイバーは、えー、一定の確率でヤイ地に入居し、ヤイ地の繁栄度を上昇させることができます。これでね、え皆さんお察しやと思うんですよ。ヤイ地の繁栄度を上昇。っていうことでお察しやと思うんですけど、これ実は幸福度にも影響してきます。で、まあ、サバイバー、これ8人救出なんですけども、実はね、マップに10人ぐらいいるんですよ。これって。 ま、10人とか、まあ、11人とか、まあ、12人ぐらいまではいかないかなっていう感じなんですけど、これね、ええー、まあ、8人、最低で8人なんで、まあ、10人います。全員で。で、幸福度とかをちょっと上げたかったり、そのハー度ですね、ええー、ちょっと上げたかったら、8人じゃなくてね、そのマップ全員の、ええー、10人、マップにいたら10人救出。11人いたら、ええー、11人、全員救出。っていう感じにですね、まあ、すると、 ハエードが上がりやすいです、これは。そうですね。えー、結構知らない人いたと思うんですよ。そう、救援者サバイバーっていうね、その一定の確率でややいちに入居するらしいんで、僕もね、ちょっと最近までは知らないですけど、まぁ、あ、ちょっと、えー、同じややいちの人に、ちょっと教えてもらってね、えぇ、ー、はい、教えてもらった知識なんですけども、まぁ、あ、結構その、うん、知らない人いるんで、えハーエードとかね、幸福度を上昇させたかったら、 やりましょう。やりましょうえ。全員救出しましょう。サバイバーをですね。はい。という感じですね、今回は。ま、あその、攻撃エリアね、選ばれたら、知名度とかも上がるんですよ、もちろん。で、他の刃医とかも、あのー、他の刃医師とかと、やっぱりその、まあ、一緒にコミュニケーションとか取れたりするんで、その、そうですね、まあ、フレンドとか増えたりするんでね、 ま、その、お金とかも、え、金塊とかも八重市に入るんですよ。これって実は。なんで、え、ま、かなり、え、ちょっとね、八重市を、その、ま、結構その、反映させたかったら、え、育てたかったら、え、ま、これやるようにしましょう。できるだけね。公益エリア。え、かなり結構、その八重市の成長とかには大事になってくるんで、え、やりましょうか。 それでね、今回こういう内容の動画でした。チャンネル登録もね、ぜ、え、ひ、ー、ともお願いします。それではご視聴ありがとうございました。